1分で解ける最新年度同社入試。さあ早速やっていきましょう。これ文系の問題です。まず積分方程式を見たら、ここを A と置きましょう。定数ですからね。すると FX はこのようになります。そして A の中身を考えてあげるとこのようになります。 T は0から2ですから絶対値が外れるんですよね。これ一つ目のポイント。はい、このようになりますから A をマイナス2となります。それをここに代入してあげるとこのような形になる。じゃああとは I を計算するんですけど、次2つ目のポイント、今回絶対値はこれ偶関数ですよね。偶関数ってことはこのようなシンプルな形になるんです。あとは積分を解くとマイナス3となってフィニッシュ。ぜひ他の小数の問題も楽しんでください。バイバイ。